こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではキャンバ講座や個人レッスンなどスキルアップを応援するための講座をご用意しています。気になる方、概要欄をチェックしてみてください。毎週水曜日と土曜日に動画を配信中です。チャンネル登録してね。チャンネル登録後、ベルマークを押すと新作動画のお知らせが届きます。本日は AI が画像認識可能に、ついに資格を持ったミニ GPT-4 の使い方をご紹介していきます。以前 GPT-4 についてこちらの動画でご紹介をしてきました。その際に GPT が画像認識できるようになるというふうにお伝えしました。例えば GPT-4 がこの画像のユーモアな点を認識してアウトプットしてくれるというふうにお伝えをしました。まだ OpenAI の GPT-4 では今のところ画像認識はできないんですが、新しくリリースされたミニ GPT-4 ではこんな感じで画像を描写できたり、このご飯の画像を見てレシピを出してくれたりするんです。また画像を見てウェブサイトのコードを作ってくれたりもするんです。まさにこのミニ GPT-4 が皆さんが待っていた資格を持った AI と言えます。それでは早速ミニ GPT-4 どんな感じか使っていきましょう。はい、それではですね、 GitHub 開いていきましょう。こちらのリンクは概要欄に貼っておきます。今回も英語なのでいつも通り日本語にしていきたいと思います。はい、まずですね、ミニ GPT-4 の概要を簡単にご紹介していきます。ミニ GPT-4 は高度な大規模言語モデルによる視覚言語理解の強化というふうに書いてあります。このようにミニ GPT-4 が視覚、目を手に入れたんです。実際に裏でどんな技術が走っているかを見たい方はこちらの紙見てみてください。こんな感じになっていますね。で、裏のコードを見たい方はこちらのコードを押していきましょう。はい、いつもの GitHub のこのようなページに飛びます。今日は実際にミニ GPT-4 でどんなことができるのか、こちらのデモとビデオをお見せしながらご紹介をしていきます。これがミニ GPT-4 の画面になります。後で実際にお見せしますが、こちらに画像をドラッグ&ドロップしていきます。そしてこのユーザーって書いてあるところですね、こちらに何をしてほしいのかっていうのを入れ込んでいきます。はい、じゃあ実際にどんなことができるのかビデオを見ていきましょう。左の画像がミニ GPT にアップロードされた葉っぱの画像です。で、この男の子がですね、この植物の問題は何でしょうか、そして私は何をすべきでしょうかというふうに質問しています。それに対してミニ GPT-4 が回答をしてくれています。要約すると、この葉っぱには小さな茶色い丸が開いていて、この丸は感染によって引き起こされています。この植物を手入れするためには1から5の方法で手入れをしてくださいというふうに記述があります。なので画像を読み込んで、その画像をもとに描写してくれる、プラスこの画像に対しての質問も答えてくれるんです。この画像をもとに質問できるのがもう実際に実装されたっていうのがすごいですよね。はい、次の画像です。サボテンが氷の上に浮いているようなイラストになっています。この画像について説明してっていうふうに男の子が言っています。それに対してミニ GPT-4 が描写をしてくれています。そしてこれは現実世界で起こり得ますかというふうに追加で男の子が質問しています。それに対してミニ GPT-4 はこれは現実世界では起こり得ませんというふうに回答していますね。なのでミニ GPT-4 が画像を読み込むだけではなく、これが現実世界では起こり得ないということまで認識して回答してくれているんです。そして次の画像です。どうやってこの料理を作ったらいいですかというふうに質問しています。それに対してミニ GPT-4 が細かく作り方を教えてくれています。この画像を認識してどうやってこの料理ができているのかというところまでミニ GPT-4 は認識しているんです。何か作りたい料理があれば、もうこのミニ GPT-4 にアップロードすれば作り方まで分かっちゃうんです。で、次がですね、絵からウェブサイトのコードを作ってくれるというデモです。この男の子が言っているのはウェブサイトのラフ画像をアップロードしています。で、この男の子は左側の画像をもとに HTML と JavaScript、 このコードを簡単に書いてくださいというふうに指示を出しています。で、これをもとにミニ GPT-4 がコードを書いてくれています。で、このコードをもとにウェブサイトを作ることもできちゃうんです。では実際に先ほどの画面に戻って、こちらに写真をアップロードしていきましょう。これ今のところアップロードするのに結構時間がかかります。今回は Adobe Firefly で作ったフレブルの画像をアップしました。もう写真をアップするだけで大丈夫です。こちらのユーザーのところに指示を出しましょう。この画像のイメージを描写してというふうに指示を出します。で、Enter を押していきます。で、こちらがかかる時間になります。530秒。結構時間かかりますね。ちょっと待っていきたいと思います。はい、今ですね、ちょっと時間を置いて見てみたんですが、
その間にですね、ここがなぜか点々点になっちゃったので、今もう一回やり直しています。まだミニ GPT-4 少し重いですね。一つの画像を読み込むのに時間がかかりますね。20分ほど経って一つ目の質問、先ほど点々点ってなって何かもう保留になっちゃったのかなと思ってたんですが、回答が来ました。この画像の描写しっかりとされていますね。フレンチブルドッグがスウェットの服を着てバーベルの上に立ってるというふうに記載があります。これも画像の通りですね。でこのドッグはとても幸せな顔をしていますっていうふうに記述があるんですが、幸せな顔ですかね。まあまあまあ楽しそうな顔ということでいいんじゃないでしょうか。そして青と白のセーターにフレンチブルドッグっていうふうに書いてあるっていうふうに記述があるんですが、フレンチブルドッグというふうにセーターには記載がないので、これは間違っていますね。まあこういったミスもあったりはするんですが、後ろの背景はピクセルになっているということで、こちらは合っていますね。このように画像をもとにミニ GPT-4 が描写をしてくれました。さらにこの画像に対して質問をするとこんな感じで答えが出てきました。この画像の面白い点を教えてと質問をしてみました。そしてこちらがミニ GPT-4 の答えになります。フレブルが足でダンベルを持っているところ、そしてピクセル風の画像がさらにユーモアを追加している、またフレブルの表情がワークアウトを楽しんでいることを表現しており、その点もユーモアがあるというふうに答えが来ています。ミニ GPT-4 は犬がダンベルを持つこと通常ないっていうことを認識しているということがわかります。こちらの画像認識の精度かなり高めです。この質問に対する答えもバッチリですね。今のところ一つの質問に対して回答が来るまでかなり時間がかかったので、時間があるときに皆さんもぜひ試してみてほしいんですが、一つポイントとしてこちらが回答が来るまでの目安の時間になります。そして今135ってあるんですが、これ待っている人数が135人ということですね。そしてあなたが今何番目なのかっていうところがこちらの記述になります。この数字を目安に回答が来るのを気長に待っていただければと思います。AI が資格を持ったミニ GPT-4、 今のところ少し時間はかかるんですが、しっかりと画像を描写して質問にも答えてくれます。さらにここから進化が進み、どんどん使いやすくなっていくと思うので、皆さんもぜひこのミニ GPT-4 使ってみてはいかがでしょうか。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。